まあ、ダイレクトでプレーするっていう判断をやめてますから、うん、まあ、いったところのプレーのこう変更ができるっていうところも、まあ、今のチーム状態の良さっていうのは感じますよね。お、アンデルソンのペースから宮市だ。中に攻撃も入っている。宮市狙った、巻いていって、ゴール、見事なゴールです。開始30分で3点目入りました。横浜 F マリノス、そして宮市に得点が生まれました。まあ、このゴールっていうのは喜べる部分なのかなって感じますよね。まあ、それほど素晴らしいゴールシーンでしたし、まあ、しっかりチームとして中央で起点を作りながら、まあ、この宮市もプレーの選択非常に多かったですけど、まあ、そういった中で本当にこう限られた、まあ、空間にしっかり技術を高く持った形で流し込みましたから、まあ、ここしかないっていうところにしっかり流し込みましたよね。すごいコースでしたね。まあ、この宮市もプレーの選択非常に多かったですけど、まあ、そういった中で本当にこう限られた、まあ、空間にしっかり技術を高く持った形で流し込みましたから。